あのね、D から電話があったんだわ。もう一回使ってくれって言ってもらうわ。どういう気持ちで戻りたいっていうの。棚橋は混乱してる。棚橋はあそこまだなんか二人で何かあったみたいだけどな。ちなみにカメラ回っとるけど、はい、お前がはめられたの。そうですよ、僕と彼女がですね。めっちゃ気になるやん。あ、大丈夫？はい。ねえ、どうも。歯入ってる。なんかお前、潜水でも動いてない？今ちょうど屋根上がったところだったんで。あ、ほんと？はい。あのね、D から電話があったんだわ。はい。で、なんか、もう一回使ってくれって言ったんだわ。で、まあ、俺はそんなこと決めねえんで、まあ一応俺筋通してきとるのはいいんだけど、俺に電話は。まあ一回ちょっとみんなに聞くわ、って。まあまあお前はどう思っとるんかなと思って、そこが知りたいかなと思って。まあなんか、一人用室みたいに入ってもらう感じだと嬉しいですけどね。また辞めた時は、めんどくさいじゃないですか、その手続きとか。ああ、まあ従業員になって、はい。ああ、正社員にして、また書類も全部通して、あ、だったら一回はちょっと一人やれたみたいな。そうっす、そっちでまあ、うん、本当に帰りたいってなったらまあ3ヶ月もちゃんと毎日休まって、うんうん、来てもらってからの方が信用はまだあると思います。まだ正直信用もクスもないんで、うんうん。棚橋は混乱してる。棚橋はあそこまだ〇〇らしいわ。あ、はい、うん、なんか二人で何かあったみたいだけどな。あ、そうなんです。うん。まず一人だもんで、まあ、なんかあったんだ。まあ、その辺は詳しく聞いてないけど、今、とりあえず、兵庫に帰ってるらしいんだわ。まあ、一回じゃあ、一人親方かなんかの路線に一回話してみようか。はい。お願いします。お願いします。まあ、昭和一遍言い切ったね。まあ、本人の気持ちだよな。そうですね。それでも、戻ってきてんのか。レイ、はい、一応今ショーと喋ったら、はい、戻ってくるのはいいけど、はい、また正社員にして社会保険やってどの頃でまたすぐ辞められたらかなわんもんで、はい、まあ、ちょっとの間一人親方で、まあ、半年、はい、やってみて、まあ、お前が休まんとかちゃんと仕事しとるなら、はい、まあ、いっぺん使ったってもいいですよとは言っとるんだけど、はい、どうだ。あ、もうそれでも全然。うん。お前ちなみに何、女は別れたん。いや、まだ付き合ってます。同じ子。はい、そうです。で、棚橋はまだあの春日井の会社で働いとんだ。そうですね。で、何、お前が、これちなみにカメラ回っとるけど、はい、お前がはめられたの。そうですよ、僕と彼女がですね。彼女もはめられたの。そうです。めっちゃ気になるやん。そう。ちょっと会ってからゆっくり聞こうか、じゃあな。はい。もうお前でも絶対にお前、あれだぞ。まあ、なあ、やめるのはいいけど、連絡は入れろ。もう LINE でもいいで、次は。はい。で、電話出たくなかったら LINE だけで見ろ。すいません、明日から出ませんって言って。はい。それは俺と約束できる？はい、します。うん。わかりました。じゃあちょっと段取りしますんで。お願いします。ああ、よろしく。また連絡します。はい、お願いします。一応来るって言ってるけど、まあなんかいろいろあったみたいな。なんかね、うん、深そう。いや、最初の方にさ、まあ、カメラ回ってないけど、視聴者の見てるちょっとすると、まあ、結局本人は辞めたんだけど、はい、棚橋、はい、あいつだけ残ってると。二人で行ったのにね。二人で行ったの、うんうんうん。で、またお前らもしょうもないことやったんかって言ったら、まあまあ一緒にやっとるのもあると思うんだけど、いろいろね、うん、若い子だもんね、うん。その子の言い分はまあクビになったと。はいはい。レイがね。はい。まあそれはどうかわからんけど。詳しい話まだ聞いてないからね。詳しい話はまあ続きだよこれ。視聴者の皆さん。私たちも聞いてないんですから。これ気になるよ。え、超気になるよもう。ち
くちゃ気になるけど、俺もやっぱね、視聴者と一緒の気持ちで最初に聞きたかったから、あ、そうです、今電話で聞きたかったもん。確かにカメラ回った時に演技しかできなくなっちゃうからね、もし聞いてたら。はい、聞きました、聞きました、聞きました。少し話はちらっと聞いた。僕も触りだけは聞きました。お前はどう思ってんの、映画戻ってくるって話は。うん、あ、一番お前がコメントのことがあって何なんだ岡部みたいな感じで切り抜きもすごかったですよね。こいつの切り抜きもすごかったですよね。切り抜きされてました。切り抜きがなんかすげえ伸びたんだろ。そう TikTok の切り抜きは本気で覚えたらしい。僕だってそれ聞いて TikTok あんまり見ないようにしてる。それ見てやる。一回見て、うん、こんなとこかでコメント欄めっちゃあるような、なんだお前とか言って、そうまあ別にいや言わしてくれ、そこしかわからんから視聴者なんか、その人間関係わからん。でもそうやってコメント来てた。なんて、その TikTok 見ただけだったらこの会社本当にやばいと思ってたけど、うん、本当のその本編見たら、うん、この会なんかこの子たちが間違ってたんだみたいな。ああそういうこと、ね、TikTok から来ましたみたいな、うん、来てた。じゃそれで戻りてきたいっていうもんで、ね、うん、まあまあいい会社なのかどうかしらけど、まあだけど、まあ建設業はそんなのが仕事なんか言わしゃ、コメント欄バー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 書いてくるけど、言ってほしい、これで終わるんですよ。建設業なんか、まあ、そんなもんって言ったらあかんけど、なんか俺は建設業をもっと良くしようとか、そんななんか大丈夫なことも思ってないの、うん、いい仕事してやるし、それでいいだけっていう感じだからね、やりたいって思っとるだけでもそれ十分って思っとるんです、とんでもないし。俺もクソだったから自分がね。だから別にそうなんかね、だから建設業がなんか業界が良くなんねえんだよとか限りやぞ、いお前は働けよ、バーカと思ってました。なんだ、何なんだ、ちょっと。リークの話です、すみません。あ、レイ、レイ。どうも。もう一度電話しちゃったんだけど、戻りたいなら戻り、ただそのままで以上って感じだけど、俺は。別に、別に戻りたから戻ってこればいいんじゃないっていうぐらいのレベル。うん、まあ、あとはもう自分ですよね、やっぱりやるからやらんかは、もう自分次第だわ。そう。それでまたすぐやめるんだったらさよならだし。おかげで。不服そうな顔してる。まあちょっと不服だな、うん、一番やっぱ一番可愛がってたかな。確かに毎朝一緒じゃない、同じように住んどって毎朝一緒に送り迎えしてってことかな。だからお前は、まあ、言ってもいい立場だな、コメント欄ガチャガチャ言われようが。もう全然戻る、まあ、でもどういう気持ちで戻りたいっていうの。まあ、分からん。何も考えてないんじゃない。何も考えてない。緊張する。もうそれ以外ないの。やばい、仕事がない、お金がない、ちょっと働くぞとかそうみたいな。そうそう、もう手続きはそういうもんじゃない。ああ、もう時間の時ってそうです。先輩がやっとって、なんか面白い話で行ってみようかみたいなね、毎日毎日怒られて、なんか働いてるうちになんか気づいたら、まあ、結婚して、彼女できて、結婚して、まあ、頑張らなきゃって言って、だんだん成長していくもんじゃん。なんかもう俺はそんなもんだと思ってるから、なんかもう大それでなんかもうさ、そのなんか、言う人多いじゃん、コメント欄とかでバーって。建設業がこうで、よくなんねえとか、働き手がいねえんだよって、いや、もうどんだけいいよなんても、働き手なんかいない。じゃあ、金額が出てるならいい、もう国がタクシーみたいに守られとればいい。タクシーって知っとる、台数決まっとる、法律で決まっとるんだぞ。どういうこと、台数決まっとる、名古屋でこんだけ走っていいって決まっとる、国がいい。そんなことはどうでもいいんだけど、どんどん話がそれていくからね。レイが、レイ君が、戻るもないし、まあ、一応一言言っとく、でみんなが許可出したなっていうことは言ったんだけど、まあ、新しいやつにちょっとでも知っておいてると僕らも楽ですよ。ん、新しい子入れるより、まあ、ちょっとでもやり方を知ってるからね、このきついよっていうことは。でましてやその二人で行くって言ったらもうちょっと違うかなと思ったけど、まあ、一人で行くって言ったから なんかでも言っとったぞ、もう動画になるもんで、ね、なんか裏切られたとかはめられたらしいって言ったな、うん、なんか彼女とレイがまあ、はめられたと。棚橋。まあ、これは、うん、これはまた次回。これまた一本で終わるんだけど、うん、まあ、ちなみに、まあ、来週、今週中ぐらいに、まあ、日付出せよって言って、うん、まあ、そこはもう日付もほぼないですもん。もうこの動画見て連絡してくんちゃう。動画見る前に行ってこいよ。もう多分あれだろう、まあまあ、そんなもんだしな。まあ、だって何歳 ?20?20?20?あ、そんな言っとるよ。ミオの役者だったもん、確かに。もうちょっとしっかりしなかったな。まあ、いくつか。僕24です。あ、しっかりしろな。リュウジさんの顔、え？みたいな顔してたよ、今。まあ、シリーズで
まあ、ちょっとね、まあ、1週間ぐらいの、はい、次の動画が、まあ、その時はまあ裏切りで田中に参り行こうか。これ面白いんじゃない、まあ、お父さんお母さんに参りに行きたいしな、まあ、だいぶねこれ動画で行っていくとか、まあ、第1回行っていくとか、まあ散々褒めたんですお父さんとお兄ちゃんとかって。僕ら足場班持つよ僕ら足場も大概大概大概言わないこれまあ次回ちょっと盛りだくさんだからぜひねチャンネル登録いいねね、まあ、チャンネル登録かな。そうです、チャンネル登録ともう本当にね、まあ1週間後ぐらいはもう本当盛りだくさん、揉めた親父と兄ちゃんに会うのと、うん、棚橋と捕まえて何喋っとんやほらっていうこととまあどうかとって感じです。はい、よろしいですか皆さん、言いたいことは。はい、はい、じゃあチャンネル登録いいねよろしくお願いします。はい、まあ、せーの、お待ちねー。Yeah.